我が戦友の姿を盗んだ不届きな奴め、貴様の悪行の数々をこの場で償うがいい。片腕を失ったお前にそれができるのか、アシュレイ。ここまで来たんだ、楽しませろよ。手ごわそうね。覚悟はできています。クレーン総理は聖雷砲、ソーリュー聖雷砲、ドリームガンダー、ソーリュー聖雷砲、ドリームガンダー、ドリームガンダー、クレーン、ドリームガンダー、クレーン、ドリームガンダー、クレーン、ソーリュー聖雷砲。痛みが引いたよ。ソーリュー聖雷砲、クレーン、クレーン、ドリームガンダー、ソーリュー聖雷砲、ソーリュー聖雷砲。もう後戻りはできない。あれ？なんかセクシーになった？やったわ。やったか？よくぞ倒してくれた。これで我が名を語る者はいなくなった。心残りはない。お主アーガスイか。アシュレイよ、久しぶりだな。私のことをまだ戦友と呼んでくれるか。やはり映し見の鏡で影が生み出されたのか。そうだ、私の体は影に操られていた。悔やんでも悔やみきれん。そうか。最初は影が表に出ている間の記憶がなくてな。今となっては私と影が入れ替わってしまったが。影はいなくなったのだ。これからいくらでもやり直せるではないか。いや、映し見の鏡がなければな。それに私の体はもう長くは持たん。すまん。アシュレイよ、気にするな。映し見の鏡に姿を映された時から私はこうなる運命だったのだ。それよりもアストラルが危ない。何じゃと。急げ、魔王は私が昔ライアスに託した刃なき剣を狙って。刃なき剣。それよりせっかくの忠告を無駄にできないわ。急いで戻らないと。戻るって言っても今からアストラルまで戻って間に合うのか。真実の瞳は使えないんですか。もともと空間を開くものなんですよね。やってみる価値はあるわね。おとなしく出したらどう。あれはあんたたちには過ぎたおもちゃなのよ。なんだって。お前たちの好きにはさせない。魔王様の命令を邪魔する奴らはまとめて相手してやるよ。手ごわそうね。ここが正念場ですね。クレーン、ヤングコーハダン、クレーン、ヤングコーハダン、クレーン、ヤングコーハダン、クレーン、ヤングコーハダン。無事で何より感覚が研ぎ澄まされていく気がします。魔物が狙ってた刃なき剣って一体何なんだろう。刃なき剣。魔界大戦の折にアーガスイ、真紅の盾が封印、魔王を退けた剣よ。まずはライアスの元に行こう。
話はそれからぞ。私が魔界大戦の折にアーガスイから預かったのはこの剣だ。これが刃なき剣、本当に塚だけなんですね。ちょっと貸していただけます？ビームソードか？それも高性能のものです。こんなの見たことないわ。旧一種族の残した大パーツと聞いておる。あやつが魔王との戦いで振るい、私たちは魔王を魔界へと追い返したのだ。これはアスモデウスに対して切り札になるぞ。そうですね、奴らはきっとこれを恐れていたんですよ。うん、ではこれは君たちに託そう。しかし勝機を得たからといって気を緩めてはいかんぞ。はい、ありがとうございます。いつの間に逆光砲弾、ビームカウント、逆光
放破弾。キュアコンディション。ヤンク放破弾。ヤンク放破弾。ドリームカンボ。もう味元もできないじゃ。ここが正念場ですね。フレアを後半だ。フレアを後半だ。ヤッコ後半だ。フレアを後半だ。ベリーくん。終わったんですか。これは。ずいぶん近代的な建物ね。ここにアスモデウスがいるのか。
かし魔界というには随分間違いな。これはまた随分と悪趣味な標本だな。これはどういうことなのかしら。見覚えのある魔物も結構いますよ。これ生きてる。アスモデウスが魔物の研究でもしてるってことかしら。強敵ですね。みんな気をつけて。ソウリュウセイライオン、フレアドリームカウンター、ソウリュウセイライオン、ソウリュウセイライオン、ドリームカウンター。こんなものなの。足手まといにはなりたくないわ。よかった。辛いわね。みんな気をつけて。ヤッコ後半弾、フレアヤッコ後半弾、ヤッコ後半弾、ヤッコ後半弾、フレアヤッコ後半弾。もう終わり？強さが欲しいんです。後悔しないために。手強そうね。どうするにゃ。ソウリュウセイライオン、ソウリュウセイライオン、ドリームカウンター、ソウリュウセイライオン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 。よかったわね。終わったんですか。いつの間に。ヤッコ後半弾、ヤッコ後半弾、ヤッコ後半弾、フレアドリームカウンター、ヤッコ後半弾、これなら満点よね。あら、手強そうね。ここが正念場ですね。ソウリュウセイライオン、ソウリュウセイライオン、ドリームクリアリーヒール。助かった。フレアオン、ソウリュウセイライオン、ソウリュウセイライオン。
まずまず戻りはできない。やったわ。何かの研究記録のようね。データバンクにアクセスできないかしら。ここは時空研究所です。何を行いますか。時空研究所？なぜそんな高度な施設がこんなところに。何かあるな。ここはただの魔物が世界を征服するためだけの施設ではなさそうだ。データバンクに接続します。お名前をどうぞ。名前？アスモデウスとでも入れてみろ。おはようございます、アスモデウス様。パスワードをどうぞ。会っていたようだな。でも、ここからが問題ですね。受理できません。パスワードをどうぞ。やっぱり、ダメよ。入力時間をオーバーしました。警告、警報装置を作動させます。時間切れ？まずいわね。セキュリティシステムが働くわよ。ロークの者たちか。貴様らここに何の用だ。もちろんアスモデウスを倒すためだ。当の本人の顔も知らずによく言ったものだ。アスモデウスとはこの私だ。魔界まで乗り込んでくるとはなかなか興味深い奴らだ。よかろう、私の元までたどり着いたな。相手をしてやる。おいお前たち、こいつらを始末しろ。レイブンウォーブ、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 レイブンウォーブ
十点ってところかしら。やったわ。くそ、逃げられたか。あと追いかけよう。手ごわそうね。ここが正念場ですね。ヤッコ後半だ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 。無事で何よりです。強さが欲しいんです。後悔しないために。やはりここまで来たか。アスモデウス、なぜロークを襲うんだ。戦ったところでどちらも傷つくだけじゃないか。なぜか。その理由は私も知りたいぐらいだ。からかっているのか。紛れもない本心だ。自由を求め自らの意志でここに逃げ込んだが、ここではないどこかへ戻りたいと願う。そんな矛盾した衝動に駆られるのだよ。それならロークの人々と共に生きていく道もあるだろう。なぜ分け合わねばならない。水も風も緑も土も全てを手にしなければ私の欲望は満たされない。力なき者はその手に何一つつかめないのだ。己の欲望を満たす、そのための力ではないか。さあ、私を止めたいのなら貴様らの力を見せてみろ。辛いわね。楽しもうではないか。力と力、欲望がぶつかり合う調べよう。ヤッコ後半だ。己の弱さを恥じるがよい。全てを飲み込み消し去れ。人類であるこの私が
破れるなど。あら？なるほど。大口を叩くだけのことはある。ミレイ！動くな！何者だ？答える義務はない。少しの間、おとなしくしていてもらう。ドブネズミまで紛れ込んでいたか。今のうちにアスモデウスのサンプルを採取しろ。はっ！艦長、彼らが第三勢力では。どうやらそうらしいな。彼らがウイルスを持ち帰ることはすでに歴史的事実だ。ここはおとなしくしておこう。おとなしくするも何も相手の力もわからないんですよ。せいぜい睨みつけるぐらいが精一杯です。余裕がありそうに見せておくのも兵法のうちだ。隊長、任務完了しました。よし。隊長、こいつらはどうしましょう。放っておけ。我々の任務はサンプルを採取し持ち帰ることだ。撤退するぞ。ミリ、大丈夫か？うん、大丈夫。何だったんでしょう。さあ、まったく、一体何だったんだろうな。それよりもイリアさん、アスモデウスを。そうね。私たちも、結成を作るためのサンプルを採取しましょう。よくぞやってくれた。そなたたちは、英雄として歴史に刻まれるであろう。真の平和はこれから時間をかけて得られるものなのだろうが、我らを脅かす魔王が滅び去ったのは喜ぶべきことだ。勇者たちよ、民を代表し心から礼を申すぞ。ありがとうございます。